いですね。今からお仕事なんですか？実は私もなんです。これから CD ショップでイベントがあるんですよ。そうです、新曲のリリースイベントです。いろんなお店を回って宣伝させてもらってるんです。楽しみなの、そんなに顔に出てましたか？やっぱりイベントってすっごく楽しいです。来てくれたお客さんが笑顔になって帰る、それを見ると私もとっても幸せな気持ちになります。自分がこんな風にイベントをやって人を笑顔にできるようになるなんて、練習生だった頃からすると信じられないです。でもイベントって思ったよりいろんなことがありますね。あ、知ってたんですね。そうなんです、この前のイベントではファンの人同士で喧嘩になっちゃって、あの時はみんなどうしようってすっごく慌てちゃいました。でもイブちゃんが先頭に立って解決してくれたんです。あの時のイブちゃんすっごくかっこよかったんですよ。普段はどちらかというとほんわか系ですけど、いざという時はすごく頼りになって、イブちゃんが侍みたいに見えました。それに比べて私はどうしていいか分かんなくって泣いちゃったんです。本当なら私の方が年上なんだからしっかりしなくちゃいけないのに、私すごくかっこ悪いですよね。え、慰めてくれるんですか？ありがとうございます。でもイブちゃんが頑張ってるのを見て私も負けてられないなって思いました。今度何かあったらその時はイブちゃんだけじゃなくって私もパスパレを支えられるようになりたいんです。なれると思いますか？そう言ってもらえると頑張ろうって思います。あ、長々と引き止めちゃってすみません。これからお仕事なのに。でもありがとうございます。お話を聞いてもらってますますやる気が出てきました。期待に応えられるように私頑張ります。だからこれからもホスパレの活動見守っていてくださいね。